はい、皆さんこんにちは。今回もですね、安価で面白いゲームを紹介していきたいなと思います。今までゆっくり実況で動画を投稿していたんですが、試験的に、自分の声を使って解説や紹介をしていきたいなと思いまして、どうなるかわかんないんですけども、今後ゆっくり実況にまた戻すか、もこういった形で声を使って紹介と解説をしていくのか、それは今はわからないです。これからどうなるかは温かく見守っていただければなと思います。で、今後もですね、自分の好きな、個人的なですね、ゲームを、安価で、っていう定義がですね、3000円前後、もしくは3000円いかない以下、2000いくらとか1000いくらとか、そういったものを安価として、かつ面白いゲームっていうのをですね、どんどん紹介していきたいなと思いますので、もしよろしかったら、チャンネル登録等をしていただけると、励みになりますので、よろしくお願いいたします。今回、なんかでね、面白いゲームを紹介ということで、エッジオブエタニティっていうですね、フランス産のジャパニーズ RPG って言いますかね、パターン制バトルというですね、ジャパニーズ RPG ですね。はい。開発がミッドギアスタジオさんっていうところなんですけども、こちらも10人もいかないぐらいの少数精鋭のインディーズゲームスタジオさんで、すごく日本のゲームにインスパイアされてというところを真似して、独自の自分のやりたいような作品を作っていると、そんな感じのスタジオさんですね。で、個人的にやっぱり、日本人であり、日本に住んでいますので、日本のゲームにインスパイアされたですとか、日本のゲームが好きで、ゲームを作りたいっていう、そういう海外からの、そういった作品っていうのは非常に僕は応援したくてですね、エタニティを紹介していきたいなと思います。ネタバレ等はしませんので、その辺のストーリーですとか、そういったものをですね、知りたいとか、そういった方は、ぜひ、購入していただいてですね、自分の手でプレイして遊んでみてください。ミッドギアスタジオさん、他の作品見てみますと、ホバーって言うんですか、この作品は、昔、ドリームキャストで発売されました、ゼットセットラジオっていうですね、ローラースケートの、で、街を駆け巡って、で、スプレーでペイントしながらとか、そういったゲームが昔あったんですけども、それをですね、インスパイア、作った、商品、作品だそうですね。はい。エッジオブエタニティはですね、値段は2570円と、最近のユーザーレビューでも非常に好評ということで、すべてのレビューのを見ても非常に好評ということで、はい。ではですね、エッジオブエタニティ実際に触りながらご紹介していきたいんですけども、BGM がですね、すごく良いものになっていて、実は三田康則さんという方が、担当してるんですけども、その三田康則さんはですね、実はクロノトリガーですとか、ゼノギアスですとか、そういった名作ですね、の名曲、曲を、すごい方がですね、このエッジオブエタニティの BGM を担当していると。それも非常におすすめのポイントとなっておりますので、この BGM もですね、ちょっと聞いてみると、いいのかなと思います。で、お伝えしていきたいポイントは、このゲームの、特徴となるところですね。JRPG、ジャパニーズ RPG ですので、単性コマンドになっています。で、装備品とか、スキルですとか、ジョブチェンジとかあるのかとか、そういったところですよね。の、要素、これらをお伝えしていって、合いそうだなと、これ楽しそうだなと思いましたらですね、ぜひ、購入していただいて、自分の手でプレイしていただく。ければなと思います。それではこういう装備のポイントですね、ちょっと普通の RPG とは違いまして、はい、面白い要素になっております。で、装備品なんですけども、こちら装備ごとにレベルがございまして、使用していくたびにこの装備のレベルがアップしていきます。装備のレベルがアップすれば、やはりその装備が、の攻撃力ですとかが上がっていきますので、初めは弱い状態からスタートするんですが、使っていくうちに強くなっていくと。それでですね、武器ごとにメインのステータス、サブのステータスがございまして、必ずしも同じ武器が全て同じステータスとは限りません。
JRPG の中にハック&スラッシュ、ハクスラですね、要素も踏まえた、要は敵を倒して武器を得る、敵を倒して武器を得る、でどんどん強くなっていくと、はい、敵を倒す楽しさというのがあります。はい、これはまあおすすめのポイントですね。どうしても RPG の場合、まあレベル上げといいますか、面倒くさくなっていってプレイを遠ざけてしまう要素になると思うんですけども、ハック&スラッシュ、ハクスラですねのやっぱりいいところっていうのは、倒した先に報酬として強い武器が手に入るですとか、ランダムでもっともっと今よりも強い武器が手に入るですとか、まあ、そういった要素がございますので、進んでこう敵をですね倒していって、まあ、そういったところに面白みがあるというところがまあいいところですね。はい、続きましてクリスタルというポイントになります。このクリスタルが結構重要ポイントになります。どの武器を装備したかによって変わってくるんですけども、要は今のこの選択した武器、野生の牙っていう武器の武器一つ一つにクリスタルというものを装備できるんですけども、その装備したクリスタルによって物理的ダメージプラス 2% ですとか、まあ、魔法防御力いろいろのステータスを上げるとともに、スキル、この卓越のジェムストーンですね、呪文、氷撃版、まあ、敵一体に対して2回のコンボの攻撃を加えると、このクリスタルをはめることによってこのスキルが手に入り使用できるわけですね。クリスタルは、装備品によって変わるので、こういう風にクリスタルが変わります、の位置が変わりますね。このクリスタルをどうはめていくかによって、強さが変わっていきます。で、これ全部はめりゃいいじゃんって思うかもしれないんですが、まあ、実際はめていきます。1個はめました。で、こっちにはめますというと、はい、こっちの反対側や他のところには行けなくなります。方方向でしか行くことができませんの。こっち側に行くのがいいのかなというところですよね。はい。やると全部で 1,2,3 5つはめられることになって、でここの 6,8 っていうところはこの武器のレベルを10まで上げると解放できます。はい。でクリスタルも防御突破、あとは加速、雷撃、氷撃、スキルが使えるようになり、まあ、各自ですね、ステータスが上がっているということになります。これが、まあ、このエッジオブエタニティのポイントの一つですね。はい。まあ、非常に面白い要素だなと思います。はい、ここがですね、今、まあ、ワールドマップなんですけども、広大なマップとなってます。はい。で、ちょっとこう、いまいちポイントと言いますか、まだ早期アクセスですので、まあ、非常に足らない部分もですね、あります。まあ、それがですね、バグ報告って書いてあるように、結構テクスチャの中にこう、はまってしまって動けなくなるですとか、そういったものがまあ、まだまだ多いかなという印象があります。はい、動けなくなるっていうのが書いてありますね。まあ、そういった場合はですね、まあ、すぐにこうやって、ですね、まあ、セーブしたところとかにテレポートというかね、移動することができます。あとはですね、非常にマップが分かりづらい、これアップとかできないんですよ。これ今ね、広大なマップでって思うんですけども、東大ここにありますよ、でジュディオン湖ありますよ、ネカル牧場ありますよって書いてあるんですけども、それ以外のものがもうほぼないですね。はい、こんな大きく書かれてますけど、入り口どこやんみたいな。でかるこっちから入ればいいの、上から入ればいいの、右から入ればいいの、下から入ればいいのっていう、そういったのもちょっと分かりづらくてですね、あれもう灯台ついてるんだけど、ここどうやったら入ったらいいのっていうのがですね、まあ、非常に分かりにくい。これから改善していくのかなと思うんですけども、でこれ右上のマップで見ていただくと分かるんですけども、まあ、びっくりマークついてるとこはクエストがあるんですが、わかりにくくないですか？だって。ね、このまま行きたいんですけど、場所も行けずっていう、
なんかこうマップをもうちょっと見やすくしてくれてもいいのかな、なんか凹凸というか、そこには建物があってとかを非常にもっともっといいのかなと思いました。では実際ですね、次は戦闘ですね、どういった戦闘なのか確かめていきましょう。はい、アクティブバトルになるんですけども、リアルではないので、リアルアクティブバトルではないので、ほっといても次進みません。移動というものはございます。ガリオンという主人公は、剣を装備して、近接攻撃を行うんですけども、こっちに移動します。そうするとこっからの通常の攻撃ですね、近接ですので、もちろんその攻撃ができなくなるわけですね。近接を攻撃する方は敵の隣のマスに移動して攻撃していくと。魔法をよく使う方は逆にですね、隣にあったところに行かず距離を離れて攻撃するのがおすすめですね。一つのポイントではあるんですけども、詠唱がございます、このゲーム。はい、でセレネっていうところが赤くゲージになっておりますけども、これがいっぱいになると詠唱が終わり、その呪文が発動になります。ただこのゲージがマックスになる前に敵から攻撃を食らうと詠唱をやめてしまいまして、呪文がストップされてしまいます。ですので周りに敵がいないかどうかを確認して攻撃されない状態で炎症しないとうまく呪文が発動できない、これも一つのね、このエッジオブエタルティの面白いポイントだと思います。はい、で次はですね、相性問題、属性があったりですとか、それについて弱点とかですねがあると思うんですけども、この敵の上になんかこうマークが書いてあって、ハテナハテナハテナ、炎、月、氷みたいなマークがあるんですけども、これが属性問題になっておりまして、バッテンとなっているのは、効きませんよという属性になってます。でこれ初めから分かるものではなくて、攻撃してみて、あ、こいつら効かないよってなった時に初めてこのマークがつくようなものになります。で一番左は雷ですね。だから雷のナイフは効かないということになると思います。やってみましょう。あ、効きましたね。効きましたけど効果は薄いですね。すごく世界観はすごくいいんですよ。SF 的な要素の建物も非常にあったりするんですね。テレポートをする機械があったりとか。なのにもかかわらず世界は発展していないというか、発展しすぎちゃって文明が滅んでしまったのかとか、そういった世界観なのかなっていうのが伺えますね。これからどん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 面白くなっていく、そんな、期待のゲームなのかなと思いますし、非常におすすめの、ね、一本となっております。今回は、ゆっくり実況ではなくて普通の実況としてやらさせていただきましたけども、今後はどうなるか分かりません。これがですね、非常に好評で、こっちの方がいいわっていうことであれば、また実況としてね、自分の声で解説や、紹介していきたいと思うんですけども、ゆっくり実況の方がいいわということであれば、ゆっくり実況に戻していきたいなと思います。はい、ということで、今回ですね、エッジオブエタニティの、世界観との作っている会社さんの、詳細ですとか装備品だったりとかワールドマップについてのこと、この辺を、簡単にですねお伝えしました。気になった方も購入してね、自分のプレイで、遊んでいただければと思いますが、早期アクセスになってますので、早期アクセスが終わりまして製品版になった時でも購入してね、遊んでいただいても全然 OK だと思います。ということで、今回の安価で面白いゲームはエッジオブエタニティでした。次回の安価で面白いゲームまで、でまたお会いしましょう。それではさよなら。